ビーバータールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議セン軍に属す、町村である。町名は、この町を北北西から南南東に向かって流れる、ビーバー川に由来する。ビーバータールは、約500メートルの高さのデューンスベルクに囲まれ、ヘッセン州最大の森林産地の一つである、クロフドルフの森の生誕にあたる。この両者は、クロフドルフ系ニヒスベルクの森の一部である。 この町は、ギーセンボンチに突き出したグラーデンバッハーベルクラントの、新脈である、グライベルガーラントに位置している。町域は、ラーン川支流のビーバー川流域にあたる。ビーバー川は、支流のシュトルプバッハ川とデューンスベルクバッハ川、さらにその支流のケールバッハ川と共に谷を、形成しており、町の全集落がほぼこの谷に含まれている。クルムバッハ集落だけは、 同盟の川沿いにある。クルムバッハ川は、フェルス川及びザルツベーデ川を経由してラーン川に合流する。フランケンバッハ集落は、デューンスベルクバッハ川とフランケンバッハ川との間に位置し、ケーニヒスベルク集落は、シトルプバッハ川とシュバルベンバッハ川との間に位置している。ビーバータールは、北はビショフヘン及びローラ、東はベッテンベルク。 南はホイヒエルハイム及びラーナウ、南西はベッツラー、西はホーエンアールと境を接する。ビーバータールはベッテンベルク、ラーナウ、ホイヒエルハイムと共にグライベルガーラントを形成している。ビーバータールはフェリングスハウゼン、フランケンバッハ、ケーニヒスベルク、クルムバッハ、ロービーバー、フェッツベルクの各集落からなる。 ケルト時代にはすでに戦略上重要なデューンスベルクに入植がなされていた。多くの発掘調査がこれを裏付けている。ビーバーという記述は紀元後775年に初めてなされている。メッケンハイ向けの一人がビベラ派の所有地を古田修道院に寄贈したというものである。次の記述は1300年から1454年でビベラ派という表記がなされている。 1600年にやっと、フデア・ビーバーという表記が現れた。住民は、日雇い労働者と、わずかな農民で構成されていた。ビーバーバッハの上流には7基の水車があり、19世紀中頃まで、その周囲に数軒の家が集まっていた。人口は、1837年になっても190人に、達する程度であった。鉱山開発と19世紀後半のタバコ工場の、 進出がビーバーに後継機をもたらした。ケールバッハ通りに一種の工業地域があった。ここには1422年に鍛冶屋があったと記録されている。さらに発展は続き、1620年から1622年に石灰の採石と焼成が記録されている。石灰は1941年から工業的に進行された。1898年。 鉄道路線、ビーベルリースが建設された。この鉄道の貨物集積地が1890年頃に掘られたバウムガルテンのイーダであった。ここには現在でも当時のエレオノーレ港の機械棟が見られる。1906年に水道が設けられ、1914年に電力網が付設され、1973年にバイパス道路が建設された。 ビーバー集落は、かつて三つの部分に分かれていた。ケーニヒスベルクに属す部分、フェリングスハウゼンに属す部分、ロートハイムに属す部分である。これらを統一して、固有の村を建設しようとするビーバーの試みは、早くも1862年にロートハイムの村長、バーグナーとフェリングスハウゼンの村長ゲルラ派がこれを拒絶したことで頓挫した。 1933年以降4月1日以降、ビーバーはロートハイムに属した。ヘッセン州の地域再編に伴い、フェリングスハウゼン、ケーニヒスベルク、クルムバッハ、ロービーバーが自由維持の決議に基づき1970年12月1日、合併し、新しい自治体ビーバータールが成立した。1977年1月1日には、州法に基づき、 それまで独立した自治体であったフランケンバッハがビーバータールに編入された。2011年3月27日の町議会議員選挙以降、ビーバータール町議会は31議席からなる。無所属候補、トーマス・ベンダーは2005年9月25日の決選投票で53.1%の票を獲得して町長に選出された。 この選挙の投票率は64.9%であった。トーマス・ベンダーは2011年9月4日の町長選挙の第1回投票で66.5%の票を獲得した。対立候補のウーテ国宝の得票率は33.5%であった。この選挙の投票率は51.8%であった。二千七年九月十四日の選挙に無所属で、 現職のトーマス・ベンダーは出馬しなかった。選挙はパトリシア・オルトマンとミハイル・ボルケで争われた。2017年10月15日の決選投票でパトリシア・オルトマンは63.6%の票を獲得して町長に選出された。ビーバータールの調整指導部は7人の助役と町長で構成されている。それぞれの地区は地区委員会によって運営されている。 フェリングスハウゼン、フランケンバッハ、ケーニヒスベルク、クルムバッハ、フェッツベルクの地区委員会は5人、ロービーバーの地区委員会は7人の委員からなる。ビーバータールの紋章は黒字、赤字、金字にカンムリ、ビーバー、キツネの3つのシンボルが描かれている。カンムリはケーニヒスベルクの紋章デザインとして16世紀からすでに当時の キビタスレギオモンターナの印象に用いられていた。キツネは1969年にフェディングスハウゼンの紋章シンボルとして採択された。ここの住民は伝統的にロートフィクゼあるいはロートケッペと呼ばれていたためである。ビーバーはダジャレ、つまり地名に基づくシンボルとして1968年にロービーバーがこれを採用された。ビーバーは 新しい文章においても、新たに創設された町の名前を示している。この文章は、文章研究家のハインツリットによってデザインされた。ビーバータールは、以下の姉妹自治体協定を締結している。ガイルシャー・パルクのビラこれらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはいない。ありがとうございます。